笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんで誰とか。いや違いますよ、ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、吹いてみようやど。あ、よし、あや、あ、わかった、どうぞ、どっきときよ、せーの、どーれー。なに今の、みんなと、ね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。プリムーンラジオ、遅刻そうのターガラ誰かな。はい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 、今日も始まりました、糸間の天くん、白虫さん、あやの元気かね。はい、今から始めるよ。はい、サイディン、あ、じゃないよ、フリムラジオです。はい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 、はい、サイディンとウルマリン、はい、MC もみやき、はいよ、2時間目突入。あれば、バーカイガレ、これ呼べ。はいはい、夏休み直前、良い子たちに送る自由研究の種、ゾウガメって鼻から水飲むらしいよ。今夜もよろしく、ホワイティニジャラです。はい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 、来てるよ。はい、ね、うん、なぜか知らんけど2日連チャン北部班で回って、うん、やんばるな、うん、あ、今日もハタハタして、今日は特別ね、ハタハタしてから、いや、またビキリは見てきたろ。今日は元部行けなかった。あ、行かったん。あ、石川、名護、宜野座。あっち側だから誰もいなかった。はい、ミキサー猫ゼロです。はい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 、行こう。だだだ、あるよ。え、え、何もちょうたもん。え、イケペ、うん、じゃん、イケペは遅刻。おー、あれ、車に跳ねられたって。あれ、それは他の人じゃなかったっけ。あ、違うか、あ、他の人か、ごめん、跳ね返した。跳ね返してきたからちょっと遅くなる。パンコまでしてた人が来てるよ。そうそうそう、便乗会、ジョイ便乗会。で、あの人は、はい、で、もう一人は、だもう一人は決まってるさ。何？またな、ストーカー。あい、マスケよ。じゃあちょっとあの、うん、もう一回言ってこ、純ちゃんが言って。なんて？ストーカー。ストーカーダメ。絶対ダメ。ダメよ、ダメ。ほんとダメよ、ダメだ。そろそろはもう、糸満です、ストーカー。なんで糸満だか。今現場が糸満だからです。現場が糸満。もうデージや、糸満でね、ちょっと途中のちび打てあっち、熱中症になってる人がいたらそれがモーリーです。はい、来たよ。あ、来た。はい、あれだよ、車跳ね返してから遅くなったんでしょ。うん、ケペ温めといたから。わがあちらしてた、あちらしてた、ほっとしてた。はい、はい、ごめんなさい、今来ました。誰、あなた誰。はい、どなた。自己紹介、自己紹介。ミッドナイトスターです。おかえり。おかえり。懐かしいやつだよ。本当だね。本当だね。違うだろう。草場の陰で喜んでる。名前出て。今日の俺、お疲れ。あ、はいはい。っていうね。はい。というわけでですね、今日もオープニング後はお送りいただいたメッセージというわけで、今夜のテーマは、ゲーム。ゲーム。うん、ゲームの話。あれ、稲田官房長官はいけるかどうかじゃなくて、おっと、あ、これはもう終わった、うん、あ、終わりました。終わった。そういう遊びね、うん、ちなみに僕はいけるんですけど。どっちの方よ。いけば何でも恋だな。トヨタさんがいいんじゃないか、このハゲンリー氏。それモーミーさん、あれ謝ってたのモーミーさんでしょ。これ全くいいですよ。今運転中で。しかも興奮してたって。ドキリすんのはテレビからや。そういうプレイとも取れるよね、あそこまで行くとね。デージャスや。デージャスや。ゲームということで、はい、うん、ね、で、ですね、それと16分頃からハイバル姉さんのいい加減な人生相談コーナー、今夜はフリムラジオゲストはございません。40分頃からは名古屋支部からの中継となっています。なお、メールアドレスはmoon@fmgino1.commoon@fmginowan.com
またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートを待ってます。この番組は中川名木流海企画闘牛のキラキラグループ、創業67年中村製菓、民謡居酒屋やってもおれ、南栄開発株式会社、トリプルエイト池原農園、フリムーンファミリーの提供でお送りします。それでは池辺さん、夏本番、こちらの方緊張緊張緊張る大沢くんバージョンでお願いします。ああ、サイマル放送もやっています。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方はFM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スポーツでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。高山さん、はい、それでは一旦 CM やで。あ、汚されたボー。ということで、あ、いや、あれ、エコ、ナウがエコネとエコナウのエコ、と、はい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 、とゲームということで、と、あったらちゲーム何で遊んだ？男と女のラブゲームですサブリエジラと違うんですよ、質じゃないんですよ。今必要なのは言う勇気、言う勇気、そころでツイキャスで、さっき、おっさん同士で棒のやり取り合戦があったんですよ。今もまだ、ナウ棒棒ナウもういい大人たちが、ひぐみさん、棒じゃないです、棒です、あれ。なんか懐かしの棒も出てきてたよ。懐かしの棒、あ、うまい棒か、松井棒懐かしいっつうか、タイムリーじゃないですか。怖いね。逆に。ああ、松井棒。てあ、ウトルサンドや。怖いっすね。サスペンスなんです。合法のなんか薬使ってんじゃないですか。いや、って同じ。ヒッチバイアグラベケンジチア。坂上さん、あれもう名古屋って行けて凍ったぞって。あ、すぐったんじゃない。凍ったの。はいはいはい。ゲームって、宮古はゲームあったかね。ないっすよ。宮古島よ、浜で棒倒しぐらいでしょ。そう、宮古棒倒しあったよ、一応ファミコンとかな。おお、追い込んだ、あれまたあれじゃけ、集落にティーチャーや、あんますぐ集落にティーチャー、あなた普通にやる公民館で、あるんな、でもあれなんですよ、やってゲームプレイしてもマリオがなまってるんですよ。あれは靴しない、トゥ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 、あばどうしない、あばあばいや、あばばばばば、最後にゴールしに戻るおとりそばや。なんでじゃと、ピーチ姫ピーチやばいよ、フラフラ
はいはい、メール来てるかね、はい、マリオさん来てるよ、いっぱい、はい、来てますよ、行っちゃいますね、はい、人生がゲームですよ、どんだけ、うん、うん、金ちゃんヌードルが1個100円切るときにスーパー行ってケース買いする皆さん、うん、こんばんは、こんばんは、本人でしょ、バイアグラはまだ必要ないスナック出会いです、ゆくし無理じゃん、さてゲームですか、人生がゲームですよ、人はこの世に何かをしに生まれたと思う、人生を一本の道に例えたら、そのまっすぐ道を歩くそばに箱があって、それを開けては悩み苦しみ時々笑うもの、それが人生だと思う。でもね、その悩み苦しみはその人が克服する課題になってて、それを乗り越えた時に新しい自分が生まれると思うんですよ、どんだけ。だから私たちはいつでも人生ゲーム、笑ったり喜んだり悩み苦しむチャンプルー生活でもさ、そんな身の回りに起こる出来事に流されるのではなく、今起こってる出来事は自分に何を教えてくれるのか、そこから自分は何を学ぶかを見つけないと、同じ苦しみを何度も味わうと思うわけ。だから賢くなりたい、チブラー、かっこ頭のいい人になりたい、あ、チブラーになりたい、はい、あんまり頭の中で考えすぎたからまたハゲよった、髪の毛がシャンプーしたらまた一つ排水口に集まってる、ダメだ、変なムヌカンではやめよう。さあ皆さん、作り笑いをしましょう。人生は笑いですよ。作り笑いでも OK です。それも私の人生ゲームです。堀江さん、ありがとう。深いな。ありがとう。あ、これ、こんないいメッセージが。ケイペイさん。頭に入ってない。ケイペイさん、ちょっと、何、まあ、右足の太ももの裏側と、うん、背中がつりましたね、同時に。だからさ、それを見て。同時多発つりですよ、これ。びっくりしました。いやこと、俺あれさま、おかげさまで、あれ、あれ、そうなん、これが今現実に自分で起きていることの話だけど、思い出すぐらいのは臭いんじゃん。すごいいいメッセージなのにさ、いい頭の中全部入ってない。もうさ、あれ、ここの席座ると絶対モーミーも前つってたよね。いい、急に立っちゃうんですか、ここ。急に立ち上がるんですか。プーするんだと思ったら、すげえ、あ、どうしようと思って。うん、おならするんだ、モーミーと思って、あ、やべ、逃げねえとかも。息ペン折れた。肋骨が、やばいやばい、と皮膚見えから来た来た、古傷が、古傷がなんでみんな楽しそうね、それは人あんなに苦しいんだね。いや、だってイケペ楽しそうじゃん。でもそ、俺今一人じゃねえみたいな。スナックフレはもう幸せよ、毎日あれのしてないか、うん、ビールとしてなんかね、なんか作り笑い、うん、作り笑いかな、あれいいよね、頭のいいメッセージじゃん。じゃあモミ、これ短いからどうぞ。ミーミーやっぱよ、ビューってしたら大きくなるから、ビュー、うん、で、そう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 、みょーんって、はいはいはい、はいよ、はい、はい、泉さんの特急サザンです。おい、ゲームは昔野球ゲームよくやっていましたが、50歳を過ぎてからはゲームはやらなくなりました。今はゲームをするよりラジオを聞いている方が面白いです。それと名古屋の皆様、先週はありがとうございました。あ、あえて嬉しかったです。あ、会ってきたのか。そう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 、名古屋、名古屋行くって言ってたじゃん。あー、やっさや、うん、はい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 、なんか、ああ、野球見に、また野球観戦じゃないか、野球、野球見てたかな、好きでよや、デジや、結構いろいろ美味しいの食べたみたいよ。ああ、そうなん、そうさん、あ、サザンさん一人暮らししてから、これよ、これどうなってる、これねえねえは、これからだよ、これから、あ、今からか。でも言ってたよ、お昼の番組高やったかや、うん、あは、サッコが、宮里サッコが、サッコ分かるか、あれがよ、四五十の油の乗った人が好きに、うん、へぇ、うん、言ってたやつさ、あ、サザンさんが野球じゃないよって、もみ、野球じゃない、うん、スケベーネ、コラ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 、ね、喉の中の銀の音、イケペイさん、あ、ガラスマカイ、ガラスマカイね、何これ、これ、うん、うちなぐちで、あれだっけよ、そういうこと言うんだ、ガラスマカイ、ね、足がつったとかガラスマカイやんばって、へぇ、あ、野球じゃない、はいはい、美味しいのいっぱい食べてみたいね、うん、美味しいのいっぱいあるよ、名古屋、やっさん熱中症だよ、あれイケペは。でも肋骨にも来てたよ。吐水、うん、ただの、うん、熱中症じゃないよ、ただの吐水。多分老化が始まってる。いやいや、そろそろ吐きんろ。はい、はい、はい、行っちゃいます。じゃあ、はい、いつ短、短いのある、うん、あるよ。よろしく。フリムネーム、エイミー姫です。はい、フリムのスタッフの皆さん、長屋のチーム皆さん、ゲストの竹内京子さん、
マスクマンとのコラボ楽しみにしています。フリムンズの皆さんお疲れ様です。お疲れです、はい、今日のテーマゲーム。ゲームはゲームボーイでテトリスにハマっていましたよ。ほうほうほう。気持ちが下がった時はゲームボーイでテトリスよくやっていました。今もそのゲームボーイありますが、たまに接触不良、ポンポンと軽く叩くと動いていますよ。テトリス最高点で6000点、なんと降りるのが早いのでパニクります。パパさんには、テトリスだけは買っているさ、やったーって。はあ、はあ、テトリスね、毎日俺やってるな。立体テトリス今もな、それリアルなやつでしょ。リアルな仕事からリアルなテトリス毎日やってるさ。今日もどんなにぎっちあの満載詰めていくか、うまく5手近いろすごいなと思って、どこにどうやってうまくこのカチ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 やってんのかな。そう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 、引っ越しの時にいつもあれはめていくのが、引っ越し屋で覚えてからが、うん、下手に、うん、あれか、一応一旦だから荷物みんな見るわけ今も。じゃあ見てから引っ越しの時は荷物全部、うん、一部屋全部確認していって、うん、どの部屋何があるという確認して、うん、一部屋一部屋終わらしてから終わらんから、うんうん、例えば、うん、あっちからあっちの部屋から物取ってこっちから取ったら終わらんから、うん、一部屋は一部屋、うん、でその中にあるのをうまく当てはめていくわけさ。だから次何取ってこいとか、積み込んでる時に例えばバイトが持ちそうなものだったら、あれと何と何があったでしょ、持っといでって、うん、で俺の中が行く時は大物持ってくるとか、うん、冷蔵庫とかソファーとか。ちょ、お前さ、エピアノ一人で運ぶんでるビンね。できるか、ね、大丈夫。おあ、やがやらないよ。200キロあるぞ、アップライトは。あっさびや。半分からバラして。ピアノは無理じゃない人。ピアノは、あの、二人でちょっと吊るしてる動画があるから、後で見せる。あ、持ってる、持ってる。順にな。ちょっとだけ、ね。はっ、ね、じゃあ、後で。じゃあ、一旦、まずは CM から行きましょう。はいはい、CM、はい。はい。はい、こんばんは、ハイバル姉さんですけど。何？ん？しろこちゃん、はい、最近どうなの？最近？あれ？ちょっとあるね。どうした？気になるツイッターが入ったわよ。何？ひふみです。ハイバル姉さんがプロレスラーに見えるって。プロのレスラーってこと？まあ、ある意味ね。え？もしかして？ベッドで。ベッドで。そういえばハイバルね、最近あのなんていうの、女性2人組のね、エコさん、何かしら、はい、なんかあのバブル期を彷彿とさせるような人。ああ、ね、はい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 、ね、だいぶミューシャで見たね。そう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 、あの痛い子ちゃんたちでしょ。万座猛子さんと一緒に出て。あれはちょっとね。何ちょっとね。バルネ的にはどうなの。ちょっと結構系統が似てると思ったんだけど。どういうことかしら。なんか、あ、こんな感じかなみたいな。なんか結構激しい。あ、住み分け違うから。あ、うん、住み分け違う違う。何系と何系に住み分けてるの。え、あっちはあれでしょ、うんうん、バブル系でしょ、うんうん、こっちはゲイ系よ。あ、ゲイ、え、ゲイじゃん。あれ、バルネ、私何系なのよ。限りなくグレーだから。
あ、そうよね、うんうん、だからグレーゾーン、ここはグレーゾーンよ、ね、バルネがつけたのよ、ここしっかりしてバルネそうね、暑さが、いやちょっとね、うんうん、つっちゃって今日ちょっと調子出ないのつっちゃってるのね。あ、そんな姉さん来たわ。何が来たわよ。生理、あの殿方から来たわよ。誰かしら。ハイバル姉さん、フリムンの皆様方、ごめんくさい。ラジオネーム3代目、はじめまして。何?3代目メンソールブラザートム。あら、変わったラジオネームね。世界のケンさんがついに口を開きましたね。あ、え、そうなの、うん、姉さんは世界の股にかけているみたいですが、どんな大物と関係を持ったことがありますか。でも不倫できないくせになんかやった気になってるのムカつく。他人に自分の人生乗っけてんじゃねえよって言っちゃいたくなりますよね。不倫やりやっぱりフリムーン、そんなフリムーンを私は応援してます。それでは最後までチバリよ。本当ありがたいわね愚装からもう2週連続ですごいわメンソールさんねえ、フリムーンからなんかプレゼントできないの、うん、内カビとか。ああ、内カビじゃあ内カビなの、経費で落としといて。あ、そうね、まだまだいるかもしれないから少しずつ使いましょうね、あれね。あれ内カビってあれ1枚で結構な額らしいわよ。億7000万。あ、そうなんだ。万グワン、グワン、グワン、グワンってなんかその、うん、呼び名があるらしい。へえ。あの貫くと書いてガン、昔の地平の。あら、そうなんだ。何この教養コーナーっぽくなってるね。夏っぽいよね、夏っぽい、うん、ね、めんちゃん元気なのかしら。めんちゃん元気みたい。なんかすごいムカつくとか言ってる。不倫ムカつくって、うん、不倫できないくせになんかやった気になってるのムカつくって。あ、うん、他人に自分の人生乗っけてんじゃねえよって。まあ、この子はね、どうしたのかしらみんな、うん、あのビジネスでそういうことになってるから不倫も何もないからねクリーンよ、ある意味、うん、すごいいい人なんですよ。あら、そうなの。お会いしたことないけど、うん、多分いい人だもん。分かんない。あ、じゃあ白子ちゃん、うん、今日特別に白子ちゃんに花持たせてあげるわ。あ、最近さ、うん、投稿がしょっぱいじゃない。だいぶね、ね、うん、前はさ、5通ぐらいとか来てたのに。本当なんか寂しい。だから、うん、白子ちゃんの思いつく限りの、うん、ピンクい声で呼びかけして、そしたら今日私帰るから、帰ってあげるからいててもいいわよ。行くわよ。いてもいいわよ。3、2、1。メール本気で待ってるから。何なの最後の。やる帰る、やるやる。やる思いるね。チュ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 。あれ、うん、あの泣くときどこ動かすか分かるか。どこどこどこ。尻尾で尻尾。え、チュチュチュ。そうなの。尻尾で。喉じゃないのあれ。うん、尻尾。ブイ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 。世田谷のコーラさん、犬呼んでるのかとって。いる？北海道のじゃ下打ちはしませんよ、番組中は。行儀悪いんだぞ。ダメだよ。はい、さっきの野郎でした。北海道に野郎持ってきたやつさや。あ、凍っちゃうかも。あ、いないんですか。うん、あ、いるんすか。北海道ガジャンオランディも、うん、はっ、ゴキブリはいないんじゃない。かい、あ、扉かいないのは。うん、いないから。いないね。いないから。ガジャンもいないんじゃない。あのナイトスクープでほら見てみたいっつって沖縄に来てた人いるじゃん。
あー、ジュニな探偵さんと一緒に、あ、違う、うちらの扉を大きいって言うさや、うん、あー、見たいっすね、うん、飛ぶのも珍しいみたいよ、うん、内中の人からもそうだよ、そうだよ、うん、飛んできたらパニックだからね、もうあ、たっけさん、ゴキブリはいませんって、あ、いない、 G はいないよって、あ、いない、ちょっと一個いいですか、うん、浦添の NORI さんがハエバル姉さんだよね、うん、だよね、筋肉マンに出てくるジェロニモに見えるのは俺だけかな誰が早く長寿になりたいだうらららららうらららららっていうところで、はい、ぬえが誰も暴れないよ、はい、来てる、はい、行っちゃいましょう、はい、倉敷ののんぺと申します、はい、はい、ありがとうね、はい、こんばんは、池辺さん、モーミーさん、はい、フリムーンラジオの皆さん、名古屋チームの皆さん、お元気ですか、はい、社名は名古屋のカレーうどんです、大盛りですって、またその下は先日名古屋出張の朝ごはん社名ですって、今日のテーマゲームですが、20代の頃にやっとインベーダーゲームが流行りました。おー、あー、懐かしい。その頃はなかなかのお年ですな。喫茶店だからね、喫茶店で機械を置いてました、うん、みんな街で飲み物を注文し、あくまで待ってました、うん、クリアできる人が出てきてすごいと思いました。今では考えられないですね。クリア、クリアって、あれクリアってあるんですか。うん、ある、あの、何面とか出てくるわけさ。またメールします、バイビーって。十いくつかな、20いくつかも。ありがとうございます。インベーダーゲームってなんか名古屋うちっていう、うん、真ん中に、あの、砦の真ん中に穴開けて、そこからピュン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 とね。あー、うん、あのバリア封じ穴開けるんだろ。そう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 、それ名古屋うちって。あ、名古屋うち、うん、言ってた。あるんですよ、名古屋だから。すごいです、うん、名古屋うちから、名古屋巻から、うん、滑り王子から名古屋の人はね、名物が ね、うん、名古屋の人、子供作るときは名古屋うちするのかな。じゃあメール来ましょう。いいえ、はい、行け、はい、もう いっぱい読んで、はい、okay、嬉しいメールですよ、はい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 、フリムーンラジオの MC の皆さん、はい、はじめまして。はい、はじめまして。はじめまして。うん、はじめまして、うん、はい、ラジオネームブルミーマイと申します。ブルミーマイ、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。テーマゲーム、うん、子供の頃のゲームあるあるといえばやっぱり喧嘩ですよね。今になってみればだいたいしょうもないことで喧嘩してましたね。あれって何なんでしょうかね。やっぱり負けず嫌いだからなのかな。終わり。おお、初めてにしてなかなかトンチンカンな投稿をされてありがとうございます。いや、なんかゲームあるあるといえばやっぱり喧嘩っていうのはあるんですかね。ゲームやら、うん、俺がやる、うん、いやいや俺がやるっていう、うん、多分取り合いとか、取り合いじゃない、取り合いとか勝手にリセット押すとかね。あら、あ、やっさや、うんこ当たんや。モーミさん、ゲームってイメージないんすけど。わたゲームね、泥棒を警戒してから、わたとしんちゃんが便所のトタン破ってから下に落ちちゃった。ああ、うん、あ、やっぱ体を動かすゲームね。やっぱりね、そっちなんだね。そっちしかも泥棒警官っていうんですか、うん、泥棒警官。うちなんかは軽泥っすね。軽泥、警察、英国にしよう、軽泥。警察と泥棒を縮めただけなんです。あ、軽泥だ。うちの子たち泥系って言ってる。泥系、うん、泥系ってやっています。どっか離島で、うん、探偵と泥棒っていうところもあるみたいですよ。探偵と泥棒？探偵。なんかラジオで聞いてたんですよ。長いね。あとは泥潤。泥潤。巡査。あー、巡査。沖縄の人はほら、刑事総監でも、うん、みんな巡査だから。部長でもみんな巡査ですから。あー、そうなんだ。や、警察官はや。わた中学校の場合、本物の泥刑事なのに。うんうん、じゃあ次行こうか。8ミラっていう、はい。めっちゃ走ってる。やめてあげて。このハゲあー、出た出た。議員が、議員が、押さえて。押さえて。豊田さん、押さえて。はい、来てますよ。またもみさん喜んでる。うん、はい、ラジオネーム、鶴ヶ島のカーズ兄から来てまーす。はい。フリムーンパーソナリティの皆さん、名古屋チームの皆さん、こんばんは。はい。テーマ、ゲームですね。レースゲームが大好きで、ほうほう、普通のコントローラーだとハンドルの切れ具合やアクセル、うん、ブレーキの細かい操作ができないので、フットペダル付きのハンドルコントローラーを買ってしまうほど大好きです。本格的だ。やっぱりグランツーリスモシリーズは車背景のクオリティが高いのが良いですよね。実際のレースをしている錯覚をしてしまいます。ちなみに私のお気に入りの車はカリッカリにチューニングした AE86 86 86だね。あ、86。あ、86、はい、自分も86は、フテンって貼ってるやつ、ね、そう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 、あの白黒のカリッカリって言うから、カリッカリってめちゃくちゃあの、うん、ギリギリまでチューニング、うん、今回上げたんかなと思いました。いやいや、カリッカリ、あのグランツーリスモだったら、うん、ターボ化して、うん、ターボ化して足回りも全部固めてレース用で、
カリカリにチューニングしたら GTR に勝てると、グランツーリスモ。あ、ジュニーな、ゲームの話ですよ。やってました、うん、あ、ゲームな、ゲあ、で、今日のテーマそれらさに、あらげー本物っちゅうたん。あ、ごめん、本物の八の子でも、あの峠の下りはあのシルビアとタメハルターボのシルビア、あ、ツイキャスで浦添のノリさんが、うん、大阪は探偵と泥棒って、あ、探偵、あ、そっか、じゃあ略すと探訪っすか、探訪、うん、短い棒、コラデーさんまた違うのね、ヌスルヌスルとヌスルとジュンさん、ヌスルとジュンさん、コラさん世田谷なんですけどね、ヌスルとジュンさん、怖いなあ、なあなあなあ、はい、他にメール来てる、はい、来てるよ、いっちゃっていい、はい、はい、フリムーンラジオの皆さん、リスナーさん、こんばんぽ、はい、こんばんぽ、ちょっとお休みしていたモアイ大好きひとみこちゃんですね、久しぶり、はい、久しぶり、はい、今も入院中なんですけど、うん、あ、な、うん、先週まで ICU に入ってて、あ、まあ、あらら、一般病棟に移ったから今週からフリムーンラジオを聞けて幸せです、あ、よかった、よかった、今日のテーマはゲームですか、最近は甥っ子がバイト代注ぎ込んで VR とか買ってましたよ、あらば、うん、VR、うん、ゲームもどんどん進化してすごいですね、それから姪っ子がクラゲ育成ゲームとかしてましたなぜクラゲチョイスって疑問ですねってクラゲよりあの、ごめん、たまごっちがまだいいと思う、同じ育成ならなんですかね、ちょっと病んじゃうんですかね心配ですねクラゲはね、ひとみこちゃん、ね、元気になってね、だからまた遊びに来てちょうだい、うん、ほんとほんと、あ、ひとみこちゃん元気なの、どこの病院かね、一般病棟やっとつった、いかんとダメです、うん、はい、はい、すいません、うん、はい、じゃあ次のメールいきましょうね、いフリムーンメンバーの皆さん、名古屋チームの皆さん、ゲストの方、あ、今日ノーゲストです、うん、こんばんは、はい、こんばんは、大阪から沖縄にワンチュールです、はい、ワンチュールさん、はい、やっと大阪も梅雨明けして、これから暑い夏が本格的に始まります、改めて初中お見舞い申し上げます。さてゲームですが、昔はアーケードゲームによくハマってました、インベーダーから始まり、ブロック崩しやメダルゲームなど、いろんなゲームでよく遊びました。しかし今では格闘やカードを使ったものなどはこの年になってからはしなくなりましたが、オンライン麻雀ゲームだけは脳の活性化のために週1回はやっています。それでも500円分だけですが、一応家にもテレビゲーム機はありますが、ここ数年使っていません。理由はただ単にリモコンがないだけではなくどこ行った、どこ行った、どこ行った、これは使っていませんというよりは使えませんですね、うん、確かに、うちのゲームだと一人だけでは何か物寂しいもの、せめて相手とオンラインでつなげてほしいのですが、うん、はい、以上です。あの自分で、うん、今スマホでもオンライン全部できるさ、うん、あ、オンラインってあれですよね、相手とやるんだろ、相手ともできるし、来てる人とやるってことですよ、うん、はいはいはい、あ、やんどや、あ、とか、あの協力してからやるのもあるし、あ、今も携帯のゲームもすごいですよね、そうそうそう、だ、自分家のゲームもほとんど PS とかもいらないから、今これだけかな、スマホで一つか二つしかやってない、うーん、時間潰しに、自分なんか、僕なんか実家行ってもたまにめいっ子行くとか集まって、うん、みんな携帯さわやさわやして、そうそうそう、それのゲームやってもね、家族連れなんか、あれ、あれはできるわけさ、なんだこれして、ってからパギーとな、パギーと、おむつするからさ、ゲームで、知らん、わからん、もみのやり言い方がわからん、ゲーム自体やらないからわからないですね、あら、あの携帯の、だからだから、携帯こなしてからミッキーマウスとか出るの、パズツムツム、あ、ツムツムか、うん、ツムツム、あ、ってます、ツムツム、あ、ツムツム見た感じ面白くないから自分やらない、うん、どっかのラジオ番組のパーソナリティは放送中にやってましたよね、えあ、ジュニだ、あ、誰かの太郎とエムリーって言うんですけど、つむつむを、うん、や、CM 中とか、えちょっと長く開くときにひたすらやってるわけよ、えあれ一時停止できるか、できる、できる、あ、できる、なんだろう、あ、あれじゃない、イベントがあったんじゃない、もしかして、うん、で、うん、それで一回ドハマりしてやめたって、うん、課金までしたって言ってましたよね、うん、俺これ課金できるけど、課金は一回もしたといけない、うん、課金なしでやるのが楽しい、スマホは課金したことない、なんか課金いったら、お金入れて、あの強力なものを取るわけさ、うん、あのキャラ、ね、キャラとか、ゲーム会社も商売だから、そうそう、うん、最初イチャンダでやらせて、これよりもっと他の人より上に行くには、あ、これ癖になってからな、これで、そうそうそう、課金課金してみて、あれ、これこれ使おうかよ、最高や、使う人は月何十万、うんうん、マスクや、もう歓迎やらな、うん、
あとバカじゃないんでと言いたいけど、これ俺なんかの場合はこの課金しないでやるのが楽しいわけよ、うん、お金かけないでいかに強くしていくか、うん、自分もね、あっしゃべーな、またこれ問題になるや、なったさ、なったいろいろなったさ、特にポケモン GO とかな、あああれポケモン GO すごいあったね、流行ったね、あああもう、ね、もう1周年だよ、1周年でなんかイベントやるってそろそろ、あしからもう今やる人いないだろ、まだいるいる、アメリカやったんこれの川で溺れてる人がいてから、これポケモン GO で落ちてから死んじゃないかって マジで言ってたの、やったんでしょ、なんか運転中にやってて事故もあったでしょ、ほんとダメよ、やんどダメよ、うん、やんごとじゃ電話ボックス固めてあっちしましよ携帯 M じゃなくてピンクの電話よと、はいはいはい、名古屋、はい、そろそろ、いやもうちょっと、じゃあ行きましょうね、これ、うん、はい、フリムンキラキラモーラでーすって、はいはい、フリムンの皆さん、名古屋の皆さんに、はい、こんばんは、はい、こんばんは、王子と竹内さんの絡み楽しみですね、うん、で今日のテーマはゲームですか、最初にやったテレビゲームはテレビテニス、卓球みたいなやつです、うんうん、あとブロック崩し、あとスペースインベーダーにはこれ裏技があったよって、あで、あとギャラガとドンキーコング、ギャラガ、あ、分からんけ、ギャラガとか、はい、で20代の頃私自身ゲーム組み立て販売屋にいたので、知り合いの喫茶店にリースしてたんですよって、じゃあ安心、時間までよろしくって、すごいじゃん、ゲーム詳しいんじゃない、詳しいね、当時のは、当時のはね、最初は多分テレビゲームってテニスとかテーブル崩したの白黒ですよね、うん、そうそうそう、なんかうっすら覚えてるんですよ、うん、あのテレビゲームでも白黒で、うん、いやまあ当時あのコインゲームじゃない、あの普通のこのインベーダーゲーム とかというのもあれからさ、野球拳のゲームよ、うん、当たんど抜いていくの在拳でよ、どこでゲームしてたの、女の人選ぶわけよ、あとポーカーでね、ポーカーもあったね、あ、分かる、ポーカー分かる、ポーカーが泉崎の、うん、あのキャッスル野崎ってホテルになって、おお中学とかの高校の時来て勝ったらどんどん女の子が脱いでいくわけです、これは本物の女の人なんですか、いや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 、あららゲーム機よ、普通の、あ、ゲーム機やしが出てるのは、あ、出てるのは、出てるの本物、あ、本物、うん、本物よ、これ終わったとしちゃう、これをやってあと1枚という時に先生に後ろから来てマンモファされたと、うん、何やってるかとガラスオレーシブタムンバンビカチスクおおダキラキレーねやばいやばいやばいちょっとツイキャスいいですか、はいよ、ラッチャンさんっていうの、うん、初ですかね、こんばんは、北海道住みのラッチャン、43歳の三つ子ちゃんの、ね、おばあちゃんのラッちゃんです、うん、よろしくお願いします、はい、お願いします、三つ子ちゃんが43歳ってことですか、違うよあ、ラッちゃんさんが43歳43歳でなおばあなってるんじゃないか、あー、うん、マーガが三つ子、そうそうそう、あーかわいい、すごい、いや、三つ子、三つ子だよ、すごいよ、三つ子、あ、サウロ兄さん、野球拳のゲーム糸間のボーリング場にもありましたあったか、あったか、で単純にじゃんけんのゲームなんですか、じゃんけんだから、何が面白いんですか、だから脱がそろ勝ったら脱いでいくからでしょ、あ、リアルでは脱がすことのできない人たちが、うん、らしいね、ヤンバーてヤンバーなはい、今日イケベいるね、ハッシーたまに来ます、うん、で白棒にいやんから気が向いた時に来ますいやいやいや毎週来いお願いってあったか、はいはい、名古屋、はい、名古屋、あといっぱいあるよ、あで、早めにするか、うん、じゃあ繋いでみるかねーっていうことで、ゲストも来てるっていうから、はい、じゃあどうぞ声かけ、名古屋さん、はいはいはい、こんばんは、はいはい、こんばんは、はい、滑り王子でございますよ、うん、すぐだね、今日はですね、うん、はい、久しぶりですね、だからね、あのですね、うん、今日はですね、秋さんのね、あのコタンさんからまたね、お邪魔してね、あのお出かけ中継をやりますけども、あら、ん、ダンサーズ、うん、ごめんなさい、遅くなりました、はいはいはい、ダンサーズでございますはい、ちょっとツイキャスの方を操作してましたはいはい、ですゲーム自分もですね、うん、今はやってないですね、何もやらない、でやってないですね、うん、昔小さい頃小学生の時にテレビゲームをやってましたね、任天堂の何ですかね、あの、本当に、
上下しか動かないテニスゲームとか。ああ。はいはいはい、はい。あったね。はで、で、あと、インベーダーゲームもあったんですけど、実は名古屋打ちっていうのがあったんですね。ありましたね。まこれ話題になったね、さっき。いや、山を崩して、で、崩した穴から打ってくってやつ。あれ、インチキだな。でもない、でもない。いや、インチキではないですけどね。まあ、そういうようなことでですね、大変失礼いたしました。はいはい、じゃあ、ゲームに一時期凝っていたものに今から変わります。はい、こんばんは、味噌煮込みスキーです。はい、こんばんは。こんばんは。はい、残念ながら、そんなにゲームは凝ってもいないですし、上手でもありませんでした。味噌の時はゲーム何やったの？そうですね、何でしたっけ、泥棒と、なんか警察で追いかける、軽泥でしたっけ、泥銃、はいはい。なんか、いろいろあるんですけど、さっき、ちょっと名古屋の方で、呼び名をいろいろ話してたんですけれども、私は、泥順って言ってました。泥棒と順さんの泥順ですね。あ、泥順。そうなんです。結構これ、呼び方が地域によっていろいろ面白くて、ちょっとまた今日、今、マスクマンとあと、今、もうすぐ出ていただくゲストのキヨさんと話してたんですけれども、ちょっとそのあたりもね、いろいろ混ぜながら、ちょっと話、マスクマンの方に回しますね。はいはいはい、はい。改めまして、滑り王子マスクマンでございます。はい、ですね、今日のね、ゲストさんをね、ご紹介しなきゃいけないんですけどもね、今日はですね、今日ちょっとやりづらいな、同業者の方、夢の種放送局愛知のですね、竹内、清子さんですね、清さんと呼ばれています。はいはい、清さんはですね、この番組の中でね、ドリームラバーズというね、人気パーソナリティでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは、清さん。笑っちゃった、すいません。まず最初にですね、皆さんにね、わかるようにですね、この夢の種放送局とはということで、ちょっとご説明していただきたいと思います。はい。今、急にカレーうどんが食べたくなっているキヨです。はい。聞いちゃうと食べたくなるんでダメですね。はい。釣られやすいということなんですけども。はい。私が所属している夢の種放送局というところは、2年前、の6月に開局したばっかりの本当にひよこちゃんのインターネットラジオ放送局なんですね。で、一応名前の通り夢の種っていうことで夢を持っている、やりたいこと、希望を持っている人たちを本気で応援しようっていう共同代表の二人が立ち上げた放送局で、で、私はそこの中でドリームラバーズという夢を愛する人をいっぱいみんなに紹介して、それを聞いた人がワクワクしながら笑顔になれるような番組をというふうで、毎週土曜日の夜10時半から放送させてもらっています。お夢の種。うん。これ、はい、なんか自分がメール出したらなんかちょっと、悪いような感じがするけど。なんで悪いんですか？なんでかな、なんでかな、ちょっとよ。自分の放送事故が多すぎてよ。デジャンバー。そこはキヨさんが綺麗にカットしてくれるよ。だからね。大丈夫ですよ。うちはね、収録なんでね、生放送じゃないんですよ。よかった、よかった。本当によかった。ぜひじゃあ、今日は。モミさん出たら、うん、カットされるところいっぱい出てくるかもしれないですね。物字も出ないから、ね。いいよ、もう自分でピーも入れとくよ。そう、でも名古屋チームがね、前に私の番組に、うん、ね、ゲストで来てくれて。そうなんです。実はですね、ね、5月に、出させていただきましてですね。ね、その時はちゃんとチーンも持参で。そうです。王子にベルも持参で。ああ、本当だ。これ聞いてないけど、うん、出たっていうのがもう。あれ、知ってるはずだよ、モミ。忘れすぎ。だよ。みんなに知らせてたよ。あ、そうね、うん。そうですよ。皆さんにね、ね、うん、知らせてありましたよ。うん、あら。もうね、そのね、夢の種のね、この放送局さんにもね、ご迷惑かけたんじゃないかと思うぐらいにね。全然。真摯になりましたからね。旅行王子だね。知ったけど。ね、王子もね、もういつもタジタジ。あのですね、このドリームラバーズの番組のですね、京子さんの番組ですけども、はい、キャッチフレーズがあるんですけども、ちょっとね、このキャッチフレーズをね、読んでいただきたいと思うんですけども。はい。はい、インターネットのホームページの方で書いてあるんですけれども、キラキラのダイヤモンドタイムを過ごしたら、ワックワクの週末がやってくる。はい、なかなかいいでしょ、モミンさん。ああ
あれ？あのね、あのね、もみさんね、今聞いてましたこのキャッチフレーズ。聞いた聞いた。素晴らしい、これ、ものすごく綺麗な感じですよね。僕ね、最初ね、これ見たときにね、あれ、もみさん、ちょっとこれ、きついんじゃないかなと思うぐらいで、ちょっとなんかね、間違えちゃったんですね、自分の頭の中で。僕はちょっと、あの、聞いたね、あれをね、ちょっとお伝えしますね。あの、キラッキラのお月様に、ダイヤモンドワックス塗ったら、週末ピッカピカーはい、フラウジこんな風に聞こえちゃったんですけど。なんて言うの？ならそう、ならそう。あら？そう見よ。コミさんどう？そんな風に聞こえちゃったの？よしよし、この、自分メール送るからさ。カットなしね、飲んでよ。カットなしで。ぜひぜひメールください。はい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 。今、サウロお兄さんからツイキャス来てます。王子のキャッチフレーズ教えてくださいって。やさやさやさ。はい、あのさ、みんな考えて、何でもいいよ、みんな、ね、あの募集しますので、キャッチフレーズをね、王子の、あの皆さんはあの送ってください。募集するんだ、募集しちゃうんだ、どういう立ち位置で募集してるんですか、これ、はい、ツルツルのドスベリでとか言って、一年お願いいたします。あのね、ちょっとね、それをね、あの、考える前にね、今日一言ね、このキヨさんにね、ねぎらいの言葉をね、久しぶりにね、かけたいと思いますんでね、皆さんね、耳ね、かっぽじって聞いてくださいよ。キヨさんいきますよ。はい。キヨさん、大事な方には内緒ですよ。お背中流しましょうか。今日私の背中ゴーヤですけど、いいですか？もうね、今日はね、本当にね、王子もタジタジ。王子タジタジ。でも今言っときますけど、ね、背中がゴーヤってですね、背中がデコボコしてるんじゃなくて、うん、今日の T シャツの背中がゴーヤの、なんか視力検査の絵になってるんですよ。ああなんであのタイミングダンサー結構好きなのよね、こういう感じが。わ、絶対メール送んよ。送るからよ。大丈夫だよ、モミ。何メールください、待ってます。はいはいはい。いい。え、もうそろそろね、この名古屋もね、あの、おしまいの時間になりましたんで。あれ、ドロ順の言い方教えてくださいよ。ケドロ。ドロタン。という感じで結構違いました。以上、名古屋からでした。はい、ありがとうございます。閉店ガラガラはっしょ、音よや。一つ、うん、言いたいことがあるんですけどいいですか、どうぞ。ゴーヤじゃないです、ゴーヤーです。あ、うん、言い方間違ってるね、伸ばす、はい、ゴーヤーで、ゴーヤー、あのボーダーと同じ言い方です、うん、こだわるね、こだわるね。夢の種は近々あれだよね、沖縄でも開局するんだよね。あ、本当に？那覇に。あ、そうなんですか。那覇に。へぇ、うん、話聞いてきた、実は。え、本当に？沖縄に来るってことです、うん。あ、来る？夢の種募集してたよ。理科上ってまた出てこうや、うん、夢の種に。はいはい、じゃあメール、はいよ、はいよ、理科、はい、メール、はい、はい、はい、行きます、はい。フリムーンラジオにお集まりの皆様、うん、名古屋の皆様、こんばんは。はい、こんばんは。東京から世田谷のコーラゼロです。よろしくお願いします、はい。ゲームで思い出したのは遥かな昔の小学生時代、ファミリーコンピューターです。多分初期製品でコントローラーは四角いボタンでした。ああ、僕のとこもそうでした。なので比較的早い時期に買ったと思われます。それまではダイヤルを回すだけのブロック崩し専用ゲームしかありませんでしたから、非常に画期的でした。友達とよくカセットの貸し借りをしましたね。皆さん、ファミコンのゲームで印象に残っているものはありますか？私はゼビウスです。では最後まで放送をちばってくださいね、とのことです。あはあ、ゼビウス、あ、残って、あれあれあれです、あの、みんなんであれふぅってやるかあーカセットのね、カセットなんか下の方、うん、あれ、あれ本当はカメラシステム本当はダメだしいけど、うん、まあ埃を飛ばして接触が悪いからということで、うん、今もやってるよ、やってるよ、うちの子、うちの娘もやります、 DS とかでも、そう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 はっつって、はい、じゃあ一つずつ、一つか二つずつ、ファミコンのゲーム印象にあるのは、あ、いや、もみはいいよ、ないか、ファミコンネタもいいよ、あれない、バイオハザードとメタルギアソリッド、ね、これはファミコンじゃねえだろサビや。あ、でもファミコンはなんかあのオリンピックのあったね、ゲームがあった、ハイパーオリンピック、ハイパーオリンピック、親指のここを削れた、はい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 、俺
から、逆ならシューティングものだから、グラディウスとかね、スーパーゼビウスとかね。埼玉の NK ツイキャスで、たけしの挑戦状あったね。懐かしい。あったあった。はい。うちでも未だにあのファミコンあるよ。あ、復刻版のやつ。ほうほうほう。あ、ミニのやつですか。あ、今やってるわけ、うん、ミニとかじゃなくて、古いのもできますよっていうのは漫画倉庫で売ってたわけ。へぇー。昔のカセットが使える。自分はね、エミュレーターって言ってね、パソコンにね、で、できるようにしてるのがある。プログラムを移してから。最近、パソコンでやってんだよね。そうそうそう、あれはゲームを落ちて。あ、うん。ちっちゃいのよ。ありましたね。液晶、ね、2階建てのドンキーコングとかに。液晶画面ね。はい、じゃあ行きまーす。はい、フリモンの皆さん、こんばんは。どこでも顔を出す、浦添の NORI です。いや、すごい、怖くおっしゃり。ノリさんですね。はい。はい、ゲーム。ゲーム。はい、ファミコンから始まり、スーパーファミコン、プレステの1から3まで持ってました。で、使わなくなったので、漫画倉庫に売りました。過去を売って。だけど、スマホゲームは、スマホゲームはまだやってます。ああ、スマホの。この子も頑張ってくださいって。生ミスト。あれでしょ、かわいいネーネーたちを育成してから脱がしていくやつでしょ。だいぶ脱いでる。ほらほらほら。脱いでるです、ポンポン。あ、脱いで？あ、いいやな。そして、開いた。こんなのダメだよ。クイックやしたら。この指のクイックになんだろう。よし。ゲームやらなさそうなお顔してるんですけど。だからね。なかなかスケベやさ。徐々に丸まりしてて、腹かの。だからさ、あっさりやろな。はいはいはい、違う。開いちゃうよ。こんばんは、フリムーンラジオのモーミーさん、エコさん、エキペイさん、美しいホワイティーさん、名古屋の南皆様、ラジオネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです。はい、トロンボーンさん。今夜のテーマ、ゲーム。インベーダーゲーム懐かしい。ゲームボーイのテトリス、一度ロケット打ち上げてからはやらなくなった。あとは花札。赤字なかけてやっていた。どか、どか、じ、どかた自分はやらなかったけど、ポーカーゲームやっていた。50話スタートが、ワンゲームで2万くらいになっていた。あ、皆さん、賭けのゲームはやらないように。でもダメなんだよね。賭博相談場。やってたな。あれですよね。てんてんてれれれ、てんてんてれ。札だな。札。はいはい、懐かしいね。あれ。土屋さんまっていうね。ゲーム機でやった時に、高校の時に500円入れて、5個と何か出して、いきなり5万くらいになった。今皆さん聞きました？堂々と犯罪の話してましたよ。ちょいちょい摘発されてるよね。これ、あれだから、ただ持って帰れないから、また減らしていってから、最後、ジュース代に回して、友達5名ぐらいで来て、それに全部回った。さっき公園も破壊かいるんちょっとさね。ええ、いいけど。おとるしいが。はい、じゃあ、ここでちょっと。突発的なんですけど、不幸続きのかわいそうな人、ちょっとだけ、ちょっとだけね、じゃあ、あと3分なんで、10秒ぐらいで、はい、どうぞ、ぜひぜひ、役落としとして、自己マニアです、誰でしょう、誰でしょう、最近、事故が、どうも、ついてる男、ひふみです、イエーイ、すいません、声絞ってもらっていいですか。2回も病院行ったって。マイクが大変です。病院だとは思えないな。超ついてる。だから欲しかったよやん。買った。買えばいいよ。こっちもやったから、1200円だった。はい。2000円買って1200円だから、マイナスやしや。あ、すいません。違う違う。あれは本物買った、本物。本物宝くじは。時間ないから喋っていい？いい、よい、はい。はいはい、次、はいはい。役落とし、役落とし。月曜日の朝、追突して、病院運ばれて、軽傷。火曜日の夕方、追突されて、看護師にまた来たのって笑われて。ラチュー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 ラ今日折れてるのにタイヤパンクしてから2キロ三輪車押してバイク屋までパンク直させてから。お疲れさん。本物やもん。ついてない。なんで俺に電話すればよかったのに。なんて二人で喋らはいもう一回。やんどうや。本当だ。当たるはずね。買ったよ。当たる当たるよ。ひふみさん。ひふみだよ。生きてるから大丈夫。宝くじ以外にはね、ガンガン当たってるよな。いやいやいや、当たるの意味が違う。いいよな。超当たってんじゃん。はい。じゃあ、すいません。やんど。懐かしの湯浅さんで。もう、
残り1分なので、はい、エンディングで来週テーマ、はい、テーマ、はい、はい、来週のテーマは、はい、こんな宿題は嫌だ。あ、宿題、はい、はいはい、わかりました。夏休みといえば宿題、宿題、つきものだから、うん、こんなのは嫌だ。ちょっと大喜利風だね、なんか。あ、楽しそうですね、うん、ちょっと大喜利風でいくんで、うん、こんな宿題嫌だって、小指がポキポキと。夏休みのポキポキ。ホイティさん今日どうしたんですか。怖い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 、あとが怖い、喉乾いてきた。ビールのロータムキッサー。はいはい、じゃあ、はい、MC モーミー、はい、ホイティ、はい、イケメンエコザイル、ついてる男、髪を。ありがとうございました。ありがとうございました。来週ね、チチミ総理は来週、はい、大喜利お待ちしております。今年